皆さんどうも、アンミカです。今日ご紹介しますのは映画モリーズゲームです。この映画はハリウッドで一大スキャンダルになった実話を映画化したものになるんですね。あの彼女が書いた暴露本をもとに脚本化してます。その脚本家もあのアーロン・ソーキンさんで、ソーシャルネットワークとかあの会話のテンポがすっごくいいね。あの映画で私大好きなんですけれども、まあ、素晴らしかったですね。簡単にあのストーリー紹介させていただきます。スキー競技でオリンピックを目指した主人公のモリーが競技中の事故で大怪我をしてしまいます。選手生命を絶たれたモリーは1年間休養を取るためロスを訪れるんですね。でもともと頭いい方なんで、あのロースクールに行くお金を貯めるために、まあ、雑用係、ウェイトレス、いろいろやるんですけれども、冴えない日々です。だけど、まあ、頭いい方だからいろんな方に声かけていただいて、ひょっとしたことからポーカーゲームのお手伝いをすることになるんです。そしてなんと26歳でハリウッドの超セレブが顧客リストに並ぶポーカールームのオーナーになり上がっていくというストーリーなんですね。なんとその年収5億円です。羨ましいですね。ただですね、やっぱりそんな簡単に成功すると落とし穴ありますよ。豪華なポーカールームでは毎晩高額なゲームが行われて、モリーはたちまち巨万の富をつかむんですけれども、ある日その全てを FBI に募集されてしまうんです。ただそこから彼女の反撃が始まるんです。こういう話ワクワクしますね。私も大好物です。はい、ざっと聞くと一人の女性の成功そして苦労の物語かと思うんですけれども、奥が深いんですよ。あのまずはですね、厳しすぎる父親との確執、そこから受ける人生の影響っていうところもちょっとね垣間見えるので、あの自分が何かこう親のこととかご両親とかね悩んでる方はやっぱり誰も彼もが影響あると思うので、そういうとこちょっと共感しながら見ていただくとまた見え方が違うかなと思います。そして人ってね、1日3000回も選択してるって言うんです。選択ってこっちちゃいますよ、チョイスの方ですよ。選択です。あの朝起きて、あ水飲むかな、二度寝しようかなとか、あバスで会社行こう思ったら、うわ乗り遅れたって腹立つなってその場で怒るのか、気持ち切り替えて、あ今日は電車で行くことで違う道を通るから誰かと新しい出会えるかもと思うのかとか、あのそういうこう心の持ち方ね、3000回もチョイスがありますから、皆さんも1回1回のチョイス慎重に愛を持ってチョイスすれば誰でも幸せを得ることができるはずなんですね。彼女も人生の中でそんな選択のタイミングがあるんですよ。もうお姉さん的に見たらまだ若い方ですからね、このモリーさん。いやもうそこでもうちょっとこうしてたらああしてたらって、もう人生たらればないんですけど、いろいろ思う場面があるんです。でも皆さんもあると思うんですよ。人生たらればの連続じゃないですか。で彼女はそういった中で最終的にどんな選択も取れるはずなんです。ああすればこうすればもっともっと富を得られたとか、もっと助かったとかなんですが、もうこれ言いたくても言えないんです、言ったら浜村淳さんになるから。あの本当に素晴らしい人生の中で高潔なこう心の持ち主だっていうのがこう分かるところが随所に出てくるんですけれども、まあね、あの私が横で見てた旦那さんはなんで遊んでんとかって怒ってましたけども、まあ、そういうのを映画見終わってから言い合うのも楽しいと思います。私はすごく彼女のファンになりましたね。人として人生を振り返った時に何が幸せか、何を自分の中で大事にして守ることで私はこの人生生きててよかったと思えるのかっていうのをね学ぶことができました。もう人生の選択で迷ってる方、いろんな人の人生を見ることで生きる勇気が欲しい方、ぜひ見ていただきたい映画です。モリーズゲーム、ぜひご覧ください。